チャット GPT が信頼できるっていうのは間違いないかなと思うんですけど、引用元っていうのがちょっと並んでます。ここがまあ、チャット GPT との大きな違いですね。Google を倒すんだったら、チャット GPT っていうよりは、パープレキシティの方が正しいんじゃないかなと個人的には思っています。はい、ということで早速いきましょう。今日の動画なんですけど、今日は、パープレキシティ。パープレキシティですね。まあ、すごい読みにくいんですけど、この名前。 まあこれについてちょっと喋っていこうかなと思います。で、まあうちの動画でもよく取り上げているんですけど、まあチャット GPT ね、世界中ですごい話題になっています。で、僕もまあ動画いっぱい出したりとか、まあ普段から触っていて、まあ業務にも実際使えて、ああすごい AI だなと思っているんですけど、まあその一方でいろんな問題点っていうのも指摘されています。で、そういう問題点がいろいろとチャット GPT の方にあるので、 えっと、まあ、そういうことを考えると、まあ、今日喋るね、パワープレキシティっていう方の方がすごいんじゃないかという人もいたりします。なので、今日は、まあ、そのね、パワープレキシティというものが何なのかっていうのと、チャット GPT の問題点で、パワープレキシティの実演と、まあ、使い分け方ね、それぞれの。まあ、その辺を解説していこうと思います。はい、ということで、まあ、とりあえずね、その、パワープレキシティっていうのが何なのかっていう話をしたいと思います。パワープレキシティとはですね、 でこれ何かっていうと、まあ対話型の AI ボットですね。まあいわゆる ChatGPT と同じようなものだと思ってください。で、ChatGPT と似てるんだけど、ちょっと違います。まあもうちょっと検索エンジン寄りな感じになっています。で、これいつできたのかっていうと、2022年の12月にリリースされたものです。で、やってるのが Perplexity AI っていう会社なんですけど、これ2022年の8月に創業された会社ですね。まあ OpenAI とか、そういうところにいた方が創業したらしいです。 で、えっと、中身で動いているのは、えっと、チャット GPT と同じような言語モデルですね。まあ、GPT-3 って言うんですけど、それ。と、あとは、Bing ですね。検索エンジンの Bing。あれが使われています。で、じゃあ、このパープレキシティ何ができるのっていうと、めっちゃざっくり言うと、まあ、この後で実演見てるので、まあ、詳しいことはそっちで喋れるんですけど、めちゃくちゃざっくり、一言で言うと、検索結果を引用して、要約したものを回答として返すっていう、まあ、その AI ですね。 はい。で、まあチャット GPT 知ってる前提で話をしていますけど、まあチャット GPT に初めて聞く人もいるかもしれないので、ちょっとだけチャット GPT についての話もしておくと、チャット GPT っていうのは OpenAI っていう会社が開発した AI チャットボットですね。まあ要するにチャット形式でいろんな質問とかお願いことができると。で、文章作成だったら割と何でもできます。まあ質疑応答とか、ブログ書く、箸を書く、小説を書く、プログラムを作成する、文章を要約するとか、まあこんなことやってっていう風にお願いするとやってくれると。 はい。まあ、詳しい話はね、他の動画で散々解説をしてるので、そちらの動画を見てください。で、まあ、このチャット GPT 本当すごいんですよ。まあ、使ったことない人はほんまに使ってほしいんですけど、めちゃめちゃすごいんですけど、でもいろんな問題点っていうのも指摘されています。まず、チャット GPT でよく指摘されている問題点。まあ、一つ目が間違った情報が含まれることがあるということですね。はい。まあ、回答にね、間違った情報っていうのが入ってしまうことがあります。例えば、アップルの創業者は誰っていうふうに聞いたときに、マーク・ザッカーバーグ。 みたいに返すことがあります。まあ、こういうことはね、割としょっちゅうあるんです。まあ、アップルの創業者、まあ、みんな知ってると思いますけど、マーク・ダッカーバージョンない、バーグじゃないですね。マーク・ダッカーバーグは Facebook の創業者で、アップルの創業者はディープジョブズなんですけど、まあ、j o b じゃなくて、マーク・ダッカーバーグと返してしまう。まあ、間違ってるんですけど、まあ、こんな感じで、あの、間違ったこととか嘘を本当のことのように回答してしまうっていうことで、まあ、これが、まあ、指摘されています。まあ、実際に使っていてもそんなことが本当に多いんですけど。で、この辺っていうのは、 チャット GPT の回答の信頼性に関わってくるところなんですけど、間違った情報を返すっていうことで、まあやっぱり信頼性が低いんですけど、まあこの信頼性が低いっていうところはかなり大問題ですよね。まあよく言われるんですけど、まあチャット GPT はね、リサーチには使えないっていう人がかなり多いです。で、僕もチャット GPT だけでリサーチをするとか、まあそこのチャット GPT の回答を信じてリサーチっていうのはまあできない。それは間違った情報が多すぎるからですね。はい、全く使えないわけではないんで、まあ使いよう、 によっては全然使えるところもあるんですけど。まあ、ただ基本的にはリサーチ目的でチャット GPT を使うっていうのはあんまり。まあ、そもそもそういう目的で作られてないからっていうところもあるんですけど。はい。で、あともう一つの問題点は、まあ、ファクトチェックがめんどくさいっていうことですね。チャット GPT で何かを質問すると、まあ、その回答を返してくれるんですけど、ただその回答って何をもとにその回答が出てきてるのかっていうのが全くわからないんですよね。チャット GPT が普通に、まあ、チャットを返すみたいに、 その文章を返してくれるっていうだけで、まあ情報の参照元がわからない。だから情報の参照元わからないっていうことは、これが合ってんのか間違ってんのかっていうのを調べ、いちいち一個ずつ調べていかないといけないんですよね。まあめんどくさい。まあこんな風な問題があったりします。で、この辺の問題を解決するのが、まあ今回紹介するパープレキシティですね。はい。で、まあ実際に見せないとどんなものかわからないと思うので、まあ見たこともない人もいると思うのでね。まあ今から実際の画面を見せながらこんなもんだよっていうのを 解説していこうと思いますこれ、今出てる画面がパープレキシティの画面ですね。まあ、今からね、どんな風に使うのかっていうのを実演していこうかなと思います。で、ChatGPT の場合は使おうと思うと、最初に登録がいるんですけど、パープレキシティの場合は登録いらないです。で、無料で使えます。なので、興味があったらね、ぜひぜひ触ってみてほしいんですけど、じゃあ実際にどんな感じで使うのかというとですね、まあ、ここに普通に打つだけですね、Google 検索とか。 と同じように、自分が聞きたいことっていうのをここに打ちます。まあ、さっきチャット GPT の問題点の話をしていたので、チャット GPT の問題点を教えてっていう感じで入力します。で、そのままエンターキーを押すだけですね。まあ、そうするとどんな感じになるかっていうと、はい、こんな感じですね。まあ、チャット GPT の問題点を教えてっていうふうに言うと、まあ、そのパープレキシティの方で、チャット GPT はデータセットを 開発や学習に関わる人間の強化学習が問題点の一つであると。で、また、チャット GPT は間違った情報を提供することがあるため注意が必要であるっていうふうに返していきます。で、えー、っとね、チャット GPT との違い。まあこれね、画面見てもらうとよくわかるんですけど、えー、っと、この辺に、まあちょっと文字がちっちゃいんでね、わかりにくいかもしれないですけど、あの、123みたいな番号を振ってあります。これ何かっていうと、引用元ですね。引用元っていうのが、えー、っと、並んでます。ここがまあ、今のチャット GPT との大きな違いですね。 なので、えっと、どこのサイトを参考にして、この回答を出しているのかっていうのがわかると。で、ここにもね、えっと、今、今回のこの回答では3つのソースがあって、そのソースがそれぞれ並んでいます。で、ここを押すと、もうちょっとね、詳細にこのソースの情報っていうのが出てきます。まあ、要は今回の回答は、えっと、この部分、1文目はこの1つ目のやつを引用してるし、2つ目のやつは2つ目、3つ目のやつを引用してるよってことですね。まあ、これちなみにちょっと、 短いんですけど、これまあ、簡潔なやつなので、もうちょっと詳しく知りたいときは、この右上のところを押すと、もうちょっと詳しく書いてくれます。はい、こんな感じですね。まあそうすると、さっきよりも、もうちょっと詳しい感じで出てきます。はい、例えばなんですけど、まあこれ、えっと、チャット GPT の問題点を教えてっていうのも、チャット GPT の方でも打ってみます。 はい。まあそうするとどうなるかっていうと、こんな感じでチャット GPT は回答を返してくれます。はい。で、以下のような問題点がありますってことで、まあ意味の理解に限界がある、倫理的な問題があるとかデータのバイアスとか、まあいろんなことを返してくれます。で、まあそれっぽく返して聞いてて、基本的にここに書いてあること、この回答自体は間違ってないかなと思うんですけど、まあでも普通にね、こんな感じで。 あの、もっと正しく返しているけど、全然関係ないこととか、全然間違ったことを言ってくるっていうこともあるので、まあ、その辺が問題になっているということですね。で、見てわかる通り、別にチャット GPT のこの回答には、えっと、引用元があるわけではないので、まあ、この辺っていうのを、ちゃんとファクトチェックをしながら使っていかなければいけないので、んまあ、ディサーチとかね、そういうところで使うのはちょっと難しいかなっていう件がたくさん出ていると。はい、いい感じですね。はい、なので、まあ、チャット GPT でね、その、情報が間違ってるとか、 まあ何を参考にこの回答を返してるか分からないから怖くて使えないみたいな話があったりするんですけど、パープレキシーの方はそれがまあ解消されているような感じですね。あともう一つですね、えっとチャット GPT とのかなり大きな違いなんですけど、えっとね、最新情報に強いっていうところも違うところですね。で、チャット GPT の場合は基本的に2021年までの情報しかないです。まあそれで学習データの都合なんですけど、あの事前にチャット GPT って まあ学習をしているんですけど、まあその学習したデータっていうのが2021年までのデータしかないので、だから2022年以降のことっていうのは基本的に知らないです。まあ全く知らないわけじゃないんですけど、基本的には知らないです。で、最新の情報に弱いっていう話なんですけど、例えば、じゃあチャット g p t がリリースされたのはいつみたいに聞いています。はい。そうすると、こんな感じで回答が返ってきます。 えっと、私は2020年の6月11日にリリースされましたっていうふうに返ってきます。まあ、これ、えっと、間違いなんですよね。多分間違いです。<laughs> 僕が知らないだけで2020年6月11日にリリースされているのかもしれないけど、多分間違い。じゃあ、同じ質問をパープレキティの方にもやってみましょう。はい、こんな感じですね。チャット GPT がリリースされたのはいつってことで。 はい。そうすると、こういう感じで返ってきます。チャット GPT 2022年の11月にリリースされました。まあ、こっちが正解かなと思います。で、この参照元の1、2で、あの、2つが参照元として出てきてます、ね。はい。こんな感じです。なので、えっ、ー、と、パープリキッチンの方のは、えっ、ー、と、最新の情報に強いです。で、なんで強いかっていうとですね、 まあさっきも言ったんですけど、えっと結局そのビングとかを、まあ、検索エンジンを使ってるので、まあそういうネット検索を利用しているので、最新情報にもパープレキシティの方は対応しているという感じですね。他にもパープレキシティの場合は、例えばこういうとこですね。えっと、関連している質問とかが下に並んでるので、チャット GPT についての話をしてるので、ここでチャット GPT の使い方とか、 ま、設定方法とかね。こういうのがあるんで、これクリックするだけで、追加で質問できます。はい、もちろん、あの、ここでね、えっ、ー、と、補足の質問とかそういうのもできるので、まあ、例えばさっきの、じゃあこんな感じで、えっと、質問したときに、まあ、これ日本語で別にいいんですけど、えっ、ー、と、英語にしてみたいな。 はい。そうするとこんな感じで返ってきます。まあ、回答も違うんですけどね。えっ、ー、と、英語というと、英語で返してくれます。ちなみにもう一回日本語にしてって言ってみましょうか。はい。そうするとこんな感じですね。まあ、さっきのやつより、英語の方がやっぱり詳しく出てきますね。まあ、チャット GPT の情報とかもね、英語の方がやっぱりたくさんあるので、あの、英語の方のが詳しく出まも、基本的にチャット GPT もそうだし、 あの、パープレキシティとかもそうなんですけど、あの、英語の方が精度高いんでね、もし詳しいことをいろいろ調べたいとか、そういうのがあったら英語でやるっていうのもおすすめです。はい。まあざっくりの使い方は別にそんなに難しくないので、まあ、誰でも触れるかなと思います。あと、このパープレキシティの場合は、えっとね、この回答みたいなのが個別に UR URL で出てくるんですよね。まあ、ここにコピーボタンみたいなのがあるんですけど、 はい。これコピーボタンを押すとどうなるかっていうと、まあ、URL がコピーされます。なので、えっと、この URL っていうのを開くと、これと同じ画面が出てきます。まあ、ここも結構特徴の一つですね。はい。まあ、この URL も概要欄に貼れたら概要欄に貼っておこうと思うので、まあ、興味があればね、この動画の概要欄から飛んでみてください。これと同じものが表示されます。 ま、チャット GPT リリースされたのはいつ英語にして日本語にしてっていうのはま、これと同じのが見れるんで。はい。なので、あの、共有とかね、そういうのもしやすいので、ま、その辺も特徴の一つですね。あと、えっと、冒頭の方でも言ったんですけど、えっと、登録不要です。まあ、Google とか YouTube とかを使うときに登録い,ないらないと、いらないのと同じで、パープレキシティの場合も登録とか、そういうのもいらないですし、無料で使えます。はい。なので、その辺のハードルの低さっていうのもかなり、 使いやすいところですね。で、えっと、パープリキシティね、見てもらった感じで、まあ、チャット GPT だと、まあ、その情報元が分からないっていうところで不安な人も多くて、あ、何すごいやんって思うかもしれないですけど、まあ、問題点というか注意点ないわけじゃないので、まあ、その辺も触れておこうかなと思います。で、パープリキシティの注意点なんですけど、えっとね、これ1個目は、絶対に正確な情報が得られるわけじゃないっていうことですね。まあ、ここは注意してほしいなと思います。あの、さっき見てもらった通り、回答に引用元がつくんで、 まあそのチャット GPT よりもそのファクトチェックがしやすいとか、あとは信頼できるっていうのは確かにその通りなんですけど、でもそれでも絶対に正しいものが返ってくるわけじゃないんですよね。まあそもそもその引用しているものが間違っている可能性もあるし、なんだったらその引用元として書いてあるけど、引用元には書いてないようなことを返してきたりすることがあるので、なので、まあこのパープレキシィだと言え、なんかその出てきた情報をそのまま、 えっと、使うとかっていうのは難しいので、まあ、ファクトチェックはいずれにせよ必要かなと思います。まあ、それでも、あの、チャット GPT より信頼できるっていうのは間違いないかなと思うんですけど。あと、もう一つは、使うときに個人情報を入力しないようにしてください。まあ、さっきも見せたんですけど、あの、会話みたいなのが個別の URL として残るので、まあ、それが流出しちゃう可能性があるんでね。なので、個人情報みたいなのは入力しないということですね。はい。で、チャット GPT の、との使い分けに関してなんですけど、 まあ基本的な使い分け方はかなり分かりやすくて、えっと、調べ物とかリサーチをするんだったらパープレキシティの方がいいかなと思います。まあさっきも見せた通り、まあ引用元のソースが表示されたりとか、あとは最新情報に強いので、まあ調べ物とかリサーチをするんだったらパープレキシティ。まあ、間違った情報もあるんでね、そこは注意しないといけないんですけど。じゃあチャット GPT いつ使うのっていうと、まあ基本的にクリエイティブなことっていうのはチャット GPT の方が得意です。まあパープレキシティで、あの、文章の創作とかするっていうのはかなり難しいです。 例えば、長文書いてもらうとか、あとはブログの記事書かせるとか、まあ、要約をさせるとか、そういうのはパープレクシティ苦手です。まあ、あくまで、まあ、検索エンジンみたいなもんなんで、だから、えっと、そこに何かそういうなんかクリエイティブなことをさせるっていうのは難しいです。まあ、プログラム組ませるとか、そういうこともできなくはないんですけど、はい。まあ、そのブログ記事とかはね、わかりやすいんですけどブ、ブログ記事を書かせるんだったら、まあ、チャット GPT ですね、絶対。あとは、いろんな、 そのサイトの情報とかを参考に回答を組み立てるんで、その情報元バラバラなんで結構文章に一貫性なかったりするんですけど。まあその辺っていうのはパープレキシティ弱いところですね。はい。ということで、まあチャット GPT が出てきて以来、Google は大丈夫なのかと。まあ Google っていうのがもしかしたらチャット GPT にっ達されてしまうんじゃないかっていう話もあったりするんですけど、まあ、どっちかっていうとですね、Google を倒すんだったらチャット GPT っていうよりはパープレキシティの方が、まあそこにふさわしいんじゃないかなと個人的には思っています。 ま、それは、やっぱりね、あの、ソース元がわかるっていうのがかなり強いですよね。はい。まあ、そのチャット GPT と比べたら、まあ、信頼性やパープレイシーっていうのが全然上だと思うので。で、この信頼性ってめちゃくちゃ重要なことじゃないですか。まあ、その、調べ物をするときって、信頼性がなかったら、その調べ物をして出てきたものを信じられなかったら意味がないので。だからこの信頼性めちゃめちゃ重要なんですけど。 で、あとはさっきも見せた通り、もう登録不要なんで、使おうと思ったら誰でもすぐに使えると。で、ここのハードルが低いっていうところもめちゃくちゃいいところ。まあ、チャット GPT の場合はね、アカウント作ったりする必要があるので、まあ、めんどくさいと。なので、じゃあ困った時にわざわざチャット GPT 使って何かを調べるかっていうと、んまあ、僕らみたいなのは使うかもしれないですけど、ただ一般の人が使うかっていうとなかなか難しそう。多分、まあ、チャット GPT とかは使わないだろうなと思います。 まあしかも、えっと、Google を使うのかって言われたら、まあ、Google よりも Perplexity 使う人っていうのは結構いるんじゃないかなと思います。まあ、それは Google で検索して、まあ、出てきた検索結果の中から自分でウェブサイトを見て、そこから自分の必要な情報を探さなきゃいけないじゃないですか。まあ、めんどくさいですよね。まあ、でも、Perplexity みたいなの使うと、その辺のやつを、まあ、要約して持ってきてくれて、ちゃんとその引用元とかもつけてくれるんで、それだけで満足するっていう人はかなり要素。 はい。なので、チャット GPT が Google 倒せるかって言われたら、まあ、いや、それは難しいんじゃないって思うんですよ。まあ、その信頼性だったりとか、あとは登録必要で使うハードルが高いとかで、ね。まあ、なかなか一般には普及,普及がしなしそうだなと思うんですけど。まあ、でもパープレキッチだったら、まあ、今後次第ではわからないかなと思います。まあ、そんなにすぐ Google にとって変わるかって言われたら、まあ、それは正直難しいと思うんですけど。はい。まあ、そのぐらいすごいことかなと思いますね。 はい。で、えっと、まあ、とはいえですね、じゃあ、Google も何もしないで見ているのかっていうと、全然そんなことはなくて、えっと、Google の方にももう AI が実装されるっていうのが分かっています。はい。まあ、名前ね、Googlebird っていうものですね。まあ、これ ChatGPT とかと同じようなもんなんですけど、はい。まあ、2023年にはそういうのも登場するだろうということで。なので、まあ、今後は、えっと、Google で検索をしたときに、その AI からの回答っていうのも Google の検索結果に載るっていうのがもう決まってるんですけど、 まあでも、その検索結果の回答にも情報元っていうのが付く可能性は高いかなと思います。まあ今ではね、デモみたいなのが出てるんですけど、そういうところにはないっぽいんですけど。まあ、ただ、当然その情報元が信頼できるのかどうかっていうところは重要なところなので、まあその辺っていうのもね、付けてくれるんじゃないかなと思います。まあそもそもですけど、あの Google って、その安全性とか信頼性とか、そういうのを重視して言語モデルを作っているので、まあその Google のバードっていうのがもうすぐ出てくるんですけど、 あのチャット GPT みたいなやつね。その元になっている言語モデルラムダって言うんですけど、そのラムダと安全性とか信頼性とかかなり重視しているので。はい。まあ、その辺もね、えー、と各社どうなっていくかわからないんですけど、まあ、楽しみにしています。はい。今後も、まあ、最新の、ね、AI についてどんどん解説をしていくので、よかったらチャンネル登録してみてください。はい。ということで、最後に。 えっと、書籍を紹介させてください。2022年11月18日に初著書ブログライティングの教科書を出版しました。今までになかったブログ記事の書き方に特化した本です。18年のブログ経験を凝縮したブロガー、ベブライターにおすすめの一冊になっているので、全国の書店、アマゾン、楽天などで買うことができるので、まだ買ってない方はぜひお買い求めください。はい、ということで、今日の動画はこれで終わりにしたいと思います。では、ありがとうございました。 ブログのノウハウをもっと勉強したい人のために無料メール講座もやっています。ブログ収益化まで体系的に教えているから、ブログを本気で頑張りたい人にはおすすめの講座になっています。文章力を鍛えたい人のために文章の書き方を直接指導する a ィ i ライティング実践講座もやっています。ブログで稼ぐには文章力が必須なので、ブログ初心者から中級者にはおすすめの講座になっています。どちらも興味があれば概要欄からぜひチェックをしてみてください。チャット GPT 英語の方がかなり正確性あるらしいですね。あ、そうです。英語の方があの全然正確です。 これもなんでかっていうと、なんかどっかで前で話した気がしますけど、基本的に学習データ英語なんですよ。英語がめちゃめちゃ多い。多分9割くらい英語なんです。だから英語の方がよっぽど精度高いです。日本語もできるのは、その学習してるデータの中に日本語が含まれるからなんですけど、基本的に学習してるのは英語です。その英語の、えっ、ー、と、本とか、まあ未発表の本の7000冊分とかかなの本とか、あとは英語の Wikipedia とか、 あと、レビットっていう英語の掲示板とか、基本的にそういうもので、あの、勉強してるんで。だから、英語の方が全然精度高いです。英語の方が精度高いし、英語の方が細かいことが返ってきます。なので、まあ、w e b s t v だとね、ちょっと、わかりにくくなるかなと思って紹介しなかったんですけど、一回、えっと、日本語を英語に直して、英語で、えっと、回答もらって、その回答を日本語に翻訳する方が、えっと、精度の高いものが返ってきます。まあ、その辺もね、 ちょっとプラグインみたいな、プラグインじゃないですけど、拡張機能とかを作ろうかなと思ったりしてますけど、まあ、ちょっとめんどくさいので放置になっています。まあ、てかそういうふうに指示すればいいんですけどね。あの、自分が打った日本語を普通に英語で、英語にして、回答を作ってそれを日本語で返してくれって。ああ、でもそうそうそう、そうそうそう、そういう感じです。 まあ、要は英語、えー、っと、日本語で質問したものを英語にして、英語で回答をつけて、英語で、英語を日本語にして返してこいよって話なんですけど、そう、そういうふうにするといい。まあ、その辺もまた、えー、っと、今度ね、YouTube でやろうかなと思います。えー、っと、サッチさん、かなり思いますと、考えながら動かないと結果出ないし、失敗しても経験しますよね。えー、っと、結果もいくら頑張って、 でも思うようにいかないんで、また起動修正で。いや、そうですね。大体そんなもんです。うまくいくと思ってもうまくいかない。まあ、僕 YouTube もそうですけどね。今までに、いや、これは天才的なアイディアだから絶対うまくいけろって思ったやつ、全然うまくいかないんで。それこそさっきの、サーチコンソール見ながらブログの戦略アドバイスするとかも、いや、めっちゃいいやん。めちゃくちゃ勉強になるやんって思ったけど、全然うまくいかない。なそんなもんなんで。まあ、だったら別に、じゃあどうしたらいいっていうのを次に考えるだけなんで。 別に一回でうまくいかなかったら二回やればいいし、二回でダメなら十回やればいいし、十回でダメ大回やればいい。まあそうやってやるためには時間もいるよねっていう感じで。まあ、だから継続すること大事なんですよね。試行錯誤と継続すること。以上。いや、何にでも使える成功法則だと思います。昨日 VBA を聞かれたのですが、GPT で質問したら10分で解決しました。楽ですね。あ,あ、僕も最近 VBA じゃないんですけど。 Google のスペードシートで、チャット GPT で一発で解決したやつありましたね。何かっていうと、まあ、郵便番号を住所に変更、変換するみたいなプログラムが欲しかったんですけど、まあ、当然そんな調べたら出てくるんですけど、でもチャット GPT に、その、えっと、郵便番号を住所に変換するプログラムを作ってって言った作ってくれました。ちゃんと動きました。すげえ。<laughs> めっちゃ便利。だから、全然使える。もう今でも全然実用で使えます。 使えないって言ってる人は使い方悪いだけですね。基本的に。だからちゃんと使い方を考えた方がいい。えっ、ー、と、郵便番号から住所を検索するのは、郵便局データベースから検索するのですかということなんですけど、そうじゃないですね。あの、チャット GPT に頼んで組んでくれたプログラムはそうじゃなかったです。まあ、郵便局のデータベースっていうか、その、まあ、えっ、ー、と、郵便番号と住所が、を一緒になって、 に ?API みたいにしてくれてるところがあって、その API で引っ張ってくれるんですけど、その API 使って引っ張ってくる感じでした。プログラム的には。ほんまに、その、えっ、ー、と、郵便番号を住所に変換するやつは僕一文字も書いてないと思う。<laughs> ほんまにコッペして貼ってやっただけ。まあそうすると、あのスプレッドシートの中でセルのところで関数使えるようになるんで、その関数でやったって感じです。 エラーもなかったですね。試行錯誤して勉強して試して継続していくと幻想じゃなくて本当のことを教えてくださってますよねまだ家庭出しのライターですが、コツコ頑張ります。はい、頑張ってください。いや、そうなんですね。あの、幻想的なことをもう、まあ言わなくはないと思うんですけど、でも基本的には全然損たくないというか、めっちゃリアルなことを言ってると思います。もうどのチャンネルよりも。 ま、てか YouTube 含めなくても、どの SNS とか YouTube 全部含めても、こんなにリアルな話をしてる人はいないと思ってます、個人的に。いや、まあね、そっから、まあ厳しいと言われることもありますが、まあ、でもそういう人は別に他の人で学んでもらったらいいので、僕別にどうしても見てほしいっていうわけじゃないんで。まあ今でも別に YouTuber ではないので、YouTube の収益より他の収益の方が大きいんで、YouTube の収益なんて言うて、言うてですよ。ぶっちゃけ、赤字ですから、YouTube。 これずっとそうなんですけど。ま、いろいろと含めるとプラスにはなるんですけど。それでも YouTube で単体で見たら全然儲かってない。<laughs> めっちゃ YouTube やらない方が収益的には大きいんで。<noise> えっと、Bing 暴走多発して会話数制限かかったらしいですね。いや、そうなんですよ。いや、そうそうそう。Bing ね。何回なのかはわかんないですけど、何十回かやると制限かかりますね。また明日って言われますし。 なんかカウントダウンしてほしいんですけどね。<laughs> 制限があるんだなら。その1回の会話の中でのやり取りも制限がある。5回くらいなんですけど。5回くらいやったら次の会話に、ね、移んなきゃいけなくて。で、次の会話に移っても1日の中で何十回かやると制限がかかります。ビングもほんますごいから。あのー、順番待ちリストね、登録すると誰でも使えるんで。ぜひ触ってみてください。あの、Mac でも使えます。 僕、Mac で Microsoft Edge ブラウザで、ね、使うことなかったんで、Mac で使えないと思ってめんどくさいなと思ったんですけど、全然 Mac でもありました。だから Mac の人も普通に、あの、順番待ちね、に登録してもらえば、何日かで使えると思います。僕もそんなに初期に、えっと、登録したわけじゃないんですけど、結構遅めに登録しましたけど、それでも2、3日かなぐらいで使えるようになったんで。なんか、噂によると数百万人が順番待ちリストに登録されてるらしいんですけど、まあでも結構早く使えるようになると思うので。 もう早く申請すれば早く、それだけ早く使えるんで。まあぜひ、興味ある人は使ってみてください。いや、結構今までの検索の概念ぶち壊してくるなと思いますね。すごいと思う。まあ確かに SEO とかやってる人が戦々恐々とするのは、まあ分かる気がしますね。うん。分かる。インパクト結構大きそう。んなんてうかね、チャット GPT が Google 検索に変わるっていうことはないんですけど、検索エンジンプラス AI っていうのはマジですごいと思う。 今までの検索の概念結構変わると思うので。なんか早めにどうにかした方がいい。まあっていう話もまた今度します。まあどういうふうに、えっ、ー、と AI が入って検索周りとか SEO どういうふうに変わるのかっていうのもそうだし、えっ、ー、とじゃあこれからどうしていけばいいのみたいな話です、ね。そういえば少し前に中地さんセドリをやるみたいな話してませんでしたっけあれ冗談でしたっけいや全然冗談じゃない。ほんまにやろうと思ってるんですけどやってないです。 あの、さっきも言ったんですけど、最近、あの、AI 関連ですね、チャット GPT だとか、バードとか、いろんなものが盛り上がりすぎてて、そっちを追わなきゃいけないので、とてもセドリやってる時間がない。セドリやるっていうと、別にね、うちの会社の中にセドリできる人いるわけじゃないので、僕がやんなきゃいけないんですけど、まあ少なくとも最初は僕がやって、どういうふうにやるのかっていうのを体系化して誰かにお願いするとかってやんなきゃいけないんですけど、ちょっとそれをやってる時間ない。さすがにもったいない。正直、収益のためにやるわけじゃないし、セドリも。ただただ趣味というか、 なんか、楽しそうだな。昔やってて、今やったらどのぐらい稼げるんだろうな、みたいなのをやりたいだけなんで。なんかそういう意味で、わざわざ時間作って今やる方のでもない。それだったら AI の勉強したい。普通に。なので、全然冗談じゃないんですけど、全然できてないです。えー、っと、サーチコンソール見ながら、添削は収益までの当選作りに関するヒソに飛んでいたので、神回でした。いやめっちゃいいですよね。自分で言うのもなんなんですけど、めっちゃいいと思う、あの動画。ほんまに、めっちゃ勉強になると思う。見てない人見てください。 マジで。最近の動画の中でも、なかなかの神回だと思うんですけど。でも、ああいうのよりね、他のやつの方が伸びるんですよね。あれはもっと伸びてもいいと思った。でも、サーチコンソール関連はマジ伸びないなと思います。他のもそうなんですけど。なんだろうね。難しいのか。みんなの興味がそんなにないのか。まあ、ちゃんとブログ勉強したい人とかはね、多分めちゃめちゃ見たいって思う人が多いと思うんですけど。いや、そうじゃない人が多いですね。 サーチコンソールとかよくわかんないってなりそう。なってそう。他にもうちのサイトの、まあ、持ってるサイトの一部のサーチコンソールを見せるみたいなことやったんですけど、それもいまいちでしたね <laughs>。あれももっと見られるんじゃないかと思ったけど。あでもそれは、その、なんだ、サーチコンソール見ながら添削みたいなのよりは全然見られてるんですけど、やっぱそれでもあんまり見られてない感じありましたね。まあそれも多分タイトルにつけたんですけど、 なんか消すかも、みたいなのタイトルにつけてると思うんですけど、あの普通に釣りじゃなくて、ほんまにそのうち消すと思うんで、まあ見たい方はぜひ見といてください。なんか別にサーチコンソールとかでさらしたい言い訳じゃないので、お前もアフィリエイトやってないんだろ、サイト運営してないんだろとかって言われるの嫌だったんで <laughs>、てか嫌なんで、そういうの言われることがあるんで、一応サーチコンソールで、ちょっと出してみたっていうだけで、まあ興味があれば、まあどのサイトとかそんなのは何も言ってないんですけど、 ジャンルとかも言ってないかな。まあ、一応そんなサーチコンソールがありますと。いうところだけ。えっと、筋トレ系のジムをあ、筋トレ系のブログを運営しております。今、オンラインジムでアフィリエイトを行っています。自分で体験して動画をブログに載せています。自分の体験と先方の説明です。方向性はいかがでしょうかいや、別にいいんじゃないでしょうか。別に、はい、間違ってるとも思わないです。 えっと、ただ、なんで人って言うんだったらめっちゃ普通ですね。これは、もう普通。多分、そういうのをやってない人いないと思います。普通に、えっと、オンラインジムとか、ま、てかジムのアフィリエイトをするっていうブログを作っていて、多分その自分で体験してブログを作ってるって、多分ほとんどの人がやってるんで。だから、方向性が間違ってるとは思わないけど、なんかそんなにめっちゃいいですね、とはならない。その、例えば食材宅配のブログをやるときに、 自分で食材宅配頼んで実際に料理して写真を載せて食材宅配を紹介しています。もうこれも同じです。えっと、やってる。多分9割以上の人がやってるんで。それ以上でも何でもない。<laughs> 普通に。あ、いいんですよ。それがダメっていうわけでも何でもないけど、あのみんながやってることと同じことなんで。だからめっちゃいいっていうのはあれかもしれないですね。まあそう思って、別にそのみんながやってるのよりもよっぽどクオリティの高いようなものを作るっていうのは全然それでいいと思うし、まあ何か他の プラスアルファの戦略とかを考えるっていうのも全然いいんじゃないかなとは思います。えっと、差別化がいるということですね。いや、そうです。差別化いります。めっちゃいるんで、あの、さっきの筋トレみたいな、との事務紹介してる人とかめちゃめちゃいるんで、差別化いつでもいります。何やるときでも差別化いります。差別化いらなくていいっていうのは基本ない。差別化いらないっていうのは、もうだからその例明期に入った人ぐらいです。そのやってるっていうことが差別化になるんで。だからブログだったら20年前とか、15年前とかにやってるんだったら、 まあ差別化いらないですけど。まあでも差別化しないと結局時間もかかるし。まあいつでも差別化はいるんですけど。えっと、宮下さん、お久しぶりです。まだ大きなアフィリエット収益は発生していませんが、現在 w e b 食 t v に出演されていた高見さんにお願いして新しいことをしています。 今月から Yahoo クリエイターズからオファーをいただき、記事を書かせていただけるようになりました。へえ、すごい。リンクもいただけるようなので少しかもしれませんが、あメインも強くなるかもですと。なるはいる入の中でんに報告、結果報告できるように頑張ります。はい。楽しみにしています。ぜひぜひ。Yahoo クリエイターズか、やってる人いますね。その、何かのジャンルに特化している人だと、結構そういうのやってる人、いる印象があるので、まあ、できたらね、何でもやる方がいいですよね。僕のスタンスは、 うまくいく可能性があるんだったら全部やるっていうのが基本のスタンスなんで全部やった方がいい。だから SNS やった方がいいですか、YouTube やった方がいいですかとかって言われたらそれはできるなら全部やった方がいい。ただそんなにいろんなもので手を出せるのかっていうのがあるんでね。まあでも Yahoo エイターと結構ねブログ、ブログやってる人多いんですよね。あの一回ね、一覧みたいなの見てみると面白いですよ。普通に知ってる人何人か出てくると思います。せっかくなんで見ますか はい、これですかね。まあ、って言っても触れる人がどんだけいるかはわからないけど、まあ、こうやって見ても知ってる人がね、いますよね。直接の知り合いとかっていうか、サイト知ってるだけみたいなパターンもありますけど。地域ニュース系が、この辺は多いですね。あと、インスタグラマーさん、ライターさん、アーティスト、ユーチューバー アウトドア系の方も多いですね。まあ、こうやって見るとての割と知ってる人いるんじゃないかなと思います。なんかめっちゃ有名で触って良さそうな人いるかな。トバログさんとか。平岡さんとか。堀口さんとか。まあこの辺 YouTube やってる人ですけど。まあちょっとあんまり身近じゃないか。こうやって見るとめっちゃいるな。あ、キリアさんいるな。<laughs> 触っても良さそうな人。<laughs> ガジェットプローー。 ガジェット VTuber なんだ。肩書き。ガジェット。ガジェットブログ人気だからなガジェットブロガーマクリン。いますね。モバイルドットコム t v チェーホン。とか、割とね、いるんですよね。なので全然できるんだったら、いろいろしたいですよね。 SBD 先日購入しました。ありがとうございます。プラグインですね。シンプルブ,ルプルブログデザインという比較表とかが作れるプラグインなんですけど。運転の僕でも直感的に使えて便利です。もっと早く導入したときは装飾に時間取られなくてよかったのにと後悔するくらい便利です。有料コンテンツ早めにお金出した方がいいですね。あ、そうですね。まあ、だから全員買えとはなかなか言いにくいですけど。なんか待ってる意味もないんでね。めっちゃ便利だったらそれはなるべく早く買った方が、1日でも早く買った方がプラスになるんで。 だから迷ってるぐらいだったら買った方がいいんじゃないかなと思いますね。それは何でもそうなんですけど。まあよくある格言でね。えっ、ー、と、買う理由が値段だったらやめとけ。ただやめる理由が値段だったら買えみたいな格言ありますけど。いや、マジでその通りだと思う。超初心者向けのウェブライティングの仕事をしているのですが、発注者側のメリットって何なのでしょうか質問疑問は丁寧に答えてくれます。 超初心者向けの、ああ、自分が超初心者で、ライティングラン件ンを受けているってことですね。発注者側のメリットは安く発注できるってことですね。まず一個安い。例えば、普通に依頼しようと思うと、まあ、1円以上っていうのが別だと思いますけど、超初心者だったら別に0.5円とかでもいいと思うんですよ。だって超初心者なんで。とか、そうやって安く発注できるっていうのは一個。あともう一つは多分、超初心者の時に、そういう良さそうな人に出会って、 えっと、そこでライティングを教えて、その後も継続してやってほしいとかですね。やっぱいい人ってもう取り合いなんで、なかなかそういういい人に出会えないし、いい人に頼もうと思って高くなる。それこそじゃあ一発目で3円とか4円みたいな文字なんか。まあでもその人に発注したことないんでそんだけの金額払うってなかなか難しかったりするんで、そういう意味で、早いうちにお願いをして、なるべくいいライターさんを安く、あの、雇いたりとか、そういう狙いはあるかなとは思います。まああと、まあいろんな理由はあるんですけど、 うんとやっぱ多いのは初心者の人なんですよ。まあ超、超初心者とかは別として、初心者の人がやっぱ圧倒的に多いので、そういう人も対象にすると、たくさんのライターさんを集めることができる。とか、まあいろいろありますね。青汁王子の切り抜きでも、副業するなら絶対アフィリエイトをするべきと言われてましたと。いろいろな知識が身につくし、ライティングも手に職になるし、副業にもなるし、って青汁王子も元アフィリエイターだったんですね、と、ドメインも下になると言っていました。 そうですね。青汁王子もともとアフィリエイトですね。アフィリエイトで、稼いで、それをもとに、えー、っと、青汁の会社を作ってるとかじゃないですか。まあ、その間多分、もっといろいろあると思いますけど。ざっくりの認識はそんな感じです。まあ、でも、やっぱりそうやってうまくいった人はそういうのをお勧めしますよね。それこそ、両学長だってブログとかアフィリエイトをお勧めするじゃないですか。それは、両学長がそういうところでお金を作っていろんなことに展開して、まあ、FIRE とかしてるか、らそういう話になるわけで、ね。 まあでも僕も同じですね。僕多分ブログとかアフィリエイトをお勧めしてますけど、普通にセドリで稼げるようになったらセドリをお勧めすると思いますよ。ブログなんかやめてセドリやろうぜって言ってると思います。<laughs> 普通に。まあそれはその人がどういうバックボーンがあるかっていうところで話は変わってくると思うんで。まあなんでもそうなんですけどね。ライティングと同じで別にこれを、えー、といいっていうこともできれば悪いっていうこともできる。だからブログをいいっていうこともできれば悪いっていうこともできる。セドリをいいっていうこともできれば悪いっていうこともできる。なんでも切り口次第なので。対象者によって えっと、スタイカらとか切り口とかっていうのはいくらでも変えられるんで。まあでもおすすめだと思いますけどね、普通に。アプリエイトは。まあでもおすすめだと思うけど、おすすめしない理由もいくらでも言えます。やめとけ。絶対やめた方がいい。っていう話し方もできるんで。まあそういう意味では、基本的にはポジショントークだと思ってもらうのがちょうどいいと思いますけどね。何の話をするにしても。AI すごいって言ってるのもこれもポジショントークだと思ってもらうのがいいと思います。 そんなお前自分の YouTube の再生回数稼ぎたいだけやろ。登録者増やしたいだけだ。やろって言われたらもうその通りだと思います。普通に。AI によって SEO は何も変わらないっていうスタンスでの話もできるし、ね、いや、AI によって劇的に変化しますっていう話もできるし。おもろいですよね。そう考えると。ライティングとか話っていうのは。これくらいやるのは当たり前という動画が好きです。 <laughs> ビジネスや本の販売などで泥臭い努力があったら教えていただきたいです。なんかんでも、お知り合いの様子でも知りたいです。ああ、ビジネスや本の販売などで泥臭い努力。うん。難しいな。泥臭い努力か。えー、そんなこともやってんのみたいな。 <laughs> みんなの参考になりそうなもので言うと、まあビジネスじゃないけど、まあブログの話の方がいいと思うんで、ブログの話で行くと、一応の例えば、まあそのずっとやってるわけじゃないんですけど、最近全然やってないんですけど、あのブログとかで、えっと、リンクをもらいたいってみんな持ってるじゃないですか。非リンク欲しいと。まあ絶対非リンクもらう方がいいんですよ。SEO 強くなるんで。で、ヒリンクもらう方がいいんですけど、なかなかもらうの難しいですよね。で、その中で、 例えば自分のブログをリンクしないで引用してる人とかって結構いたりするんですよ。それは画像とかもそうなんですけど、例えば自分のブログの名前をリンクしない形でブログに書いてるとか、僕だったらアフィリーノートとか中字とか、ルールショック TV の中字とかでリンクしない形で出していたりすることがあるんですけど、そういう人に個別で連絡をしてリンク貼ってくださいってお願いするとか。いや、めっちゃ泥臭くないですか要は自分の <laughs> ブログの名前で検索をして、 まあ自分のブログは除外して、その自分のブログの名前が書いている人っていうのが検索で出てくるでしょ。その人たち一人一人いて、リンク貼ってなかったらリンクでっていう。まあそれがどういう書き方をしてるかによるんですけど、ポジティブな書き方をしてくれているのであれば、普通に、えっと、リンク貼ってくれる可能性は高い。別に何か理由があってリンク貼ってないとかじゃなくて、普通にリンク貼り忘れとか全然あるって。そこまでね、リンク貼るっていうのが必須だと思ってない人も多いし、 そんな感じまあ、他にもいっぱいあるんですけど。なんかあんまりいいもの思いつかなかったですね。回答としては微妙な感じですなの、まあ、でめっちゃあると思いますけどね。努力さえ努力とかっていうと。まあ、でも最近の AI 関連だったら普通にあれですなんか AI の勉強してる。それは AI の仕組みみたいなところから勉強してるとかもそうですね。まあ、でもそういうことじゃないか。<laughs> 聞きたい話、そういうことじゃない。 あ、でも、まあでも、そのあれの中で言ってるかもしれないですけど、サーチコンソールと GRC はもう毎日365日、10年間毎日見てるとか、そんな感じじゃないですか。多分そういう話ですよね。はい、全然普通にやってると思います。てか、ブログとかで、まあ今の人たちはわかんないけど、アフィリエイト勝ちでやってる人でやってない人いないと思いますね。はい、土日とか関係ないし、朝起きたらとりあえず GRC 見る。まあサーチコンソール見るタイミングが人によるかもですけど。っていうのはやると思います。まあ僕も毎日サーチコンソール見ますしね。 はい、自分のサイトがどうなってるのかっていうの。やっぱ大事ですけどね。そうすると、なんか変な動きがあった時にすぐ見れるんで。なんか、例えば3ヶ月に1回くらい GRC 見るとか、サーチコンソールを見るだけだと何もできない。それで何か動いてたとしても、その判断ができないんで、普段見てないから。まあ、そういうのはやった方がいいですよね。